アシスタントの小野大輔です。早いものでもう21回目ですよ。そうですね、いよいよ大詰めになってきました。さて、それでは早速行ってみましょう。このコーナー、今週のマガーレ。誰、何、組んできました。なにこれ、ぬる、こんなもん飲めかい。こんなんじゃ自販機の方がいいわ。あ、ふざけるな。お前な、お前な、今までどんだけ俺が我慢してきたと思ったんだ。いつもいつもわがままばっかり言いやがって。みのる、今日という今日は言わせてもらう。俺がどんな気持ちでこのコーナーやってきたか分かってんのか。来る日も来る日もここってバイトしてよ。声優の収入よりバイトの方が多いんだよ。おかげさまで今じゃフル株だよ。お前のこと持ち上げてる前にいつもメンチカツあげてんだよ。ふーん、そっちの方が向いてるってことですね。めっちゃいいだな。どうしておのぼそこ座ってんだよ。そこは俺の指定席なんだよ。あなたは見切られたんですよ、プロデューサーとディレクターに。奴らは見極めが早すぎなんだよ。俺は大器晩成型なんだ。こっから一気にスターゲイスターになったりするんだよ。できるんですか、あなたが。なんかバカにしやがって。ヒッポスなんかとな、ラム&ベリなんかとやってられるかよ。やめてやる、こんな番組やめてやるよ。こっちでさおらさぁ、何がやれ、急チャンネルじゃろ。ちょっとこれでもけ、これ何映したんじゃ、おれ、何が味噌汁みたいじゃ。そんなもんでネタになるんやったらな、わしももうすぐ30やっちゅね。お前のことを言うたらじゃ。